ではご紹介しましょう、ことりねさんです。ではよろしいですか。はい、じゃあどうぞ。生存戦略カメラこれでいいですこっちすいません、動画閲覧ありがとうございます。皆様はじめまして、そうでない方もこんにちは。君捨てガールズオーディションに参加していることりねと言います。よろしくお願いします。私は実は児童養護施設出身で、うつ病も患って数年するんですけれども、普段はイラストを描いたり、こういうイラストです、あ、こっちこういうイラストですとか、時々歌を歌うなとか、そういう創作が好きです。あと今流れているはずなんですけれども、音楽で歌、この歌も歌唱しています。あとゲームとかもやりますね。あのすごいオタクですめっちゃオタクしてます。はい、それでですね、さらっと、虐待など複雑な家庭で育ってきたことや、児童養護施設出身という経験を生かせるような活動を行いたいとか、そういう、ことを考えて、こういう記事とかを作ってもらったりとかもしてるんですけれども、今回のオーディションを通して自信を持ちたいと思ったこと、君捨ての地域活性化の目標に協力したいと思ったこととか、あとですね、すいませんね、いろいろあるんですけれども、こういう、あ、ちょっと震えちゃった身をもってうつ病とかオレンジリボン運動の理解や認知も広められたらなと思っております。こういうオレンジリボンとかですね、はい、で、あと冠番組にも素直に興味がありまして、はい、緊張しないわけではないんですけれども、番組を通して、いろいろ学びながら、活躍できたらなと思っております。はい、ありがとうございます失礼します。まだあるんですね実は、ぐしゃ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 あ、テンパってるテンパってるイエーイ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 、はい、でですね、本当にいろんなことが独学なんですけれども、一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。動画の下にあるいいねをどうぞ、審査対象なので押してやってください。お願いします。はい、それでは最後に、こっちですね、この度はこのような機会ご視聴いただきまして本当にありがとうございました。はい、そしてまた最後にですね、はい、くまモン頑張れー。はい、こんな感じで、はい、ありがとうございました。ことりねでした。はい、ありがとうございました。ねえ、あった方がいいかな。はい、あ、ごめんなさい。はい、はい、はい、ね、はい、こんにちは。こんにちは、どうもはじめまして。はじめまして、ね、よろしくお願いします。お願いします、はい、楽しんでいただけましたか。はい、楽しかったです、ね、ここで完結しちゃいけないけどね、うん、はい、はい、ね、あの今ね、フリップこれ綺麗なね、用意していただいて、ね、うん、ちょっとびっくりしたけど最初何が始まるんだろうって感じだったけど、ね、これね、板バックっていうの。はい、板バックです。板バックなっていうんだ。あ、痛いですね、ね、そういう、なんだろう、痛い人って言ったらあかんけどそういうね、ファンの方にもね、はい、サブカルの好きな方にもね、はい、届けるようにね、はい、ぜひとも私みたいなオタクみたいなんでもなんかこうやって、あ、うんうん、明るくできるんだよって思うと、うん、すごいね、うん、楽しんでる感が感じます。はい、ね、本当、あの、はい、先ほどね、病気のことだとかね、はい、いろいろ、あの、はい、そうですね、ね、そういうのを、うつ病とか、うん、はい、それもなんか、なんだろうな、乗り越えてというかさ、はい、やっぱり、はい、そういうのと今戦ってらっしゃる家中の方もいらっしゃると思いますしね、はい、うん、私もこう見えて本当に5年くらいうつ病、うん、実は持ってるんですね。お薬も飲んでるし、うん、はい、なんかそういう人たちの元気にもなれたらいいなと、うん、ね、はい、思ってます、ね、はい、さっきのくまモンじゃないだけどね、はい、熊、元気をね、伝えてくれたらなと、はい、ね、期待してるんで、はい、はい、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ことりねさんでした、ありがとうございます